最初に。ソロさん、日本語で自己紹介お願いします。はい、先生。はじめまして、私の名前はコイララ・ソロズで、私のうちは、生年月日は1999年5月26日です。私は今、ネパール日本語学校で日本語を勉強しています。趣味はサッカーをすることです。家族は4人です。両親と妹と私です。私の夢は、日本へ行って、日本語学校の勉強が終わって、大学、どうぞよろしくお願い。はい。どうぞよろしくお願いします。次、プジョンさん、自己紹介お願いします。はい、先生。はじめまして。私の名前はプラセニプザンです。私のうちはチトンです。私の家族は4人です。今私はカートマンジュのドルから来ました。今日本語を勉強しています。私の生年月日は1999年2月9日です。私の趣味は映画を見ることです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。次、ソビタさん、自己紹介お願いします。はい、はじめまして。私の名前はキミル・ソビタと申します。私のうちはノアコトです。私はネパール人です。ノアズ日本語学院の学生です。私の生年月日は1988年6月8日です。私の家族は3人です。私の趣味は映画を見ることです。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。じゃあ、次、カマルさん、自己紹介お願いします。はい、先生。はじめまして。私の名前はマルカマルです。私のうちはダディンです。今、ネパール日本語学校の学生です。今、日本語勉強します。私の趣味は、生年月日は2002年6月22日です。今、ナイバザルから来ました。私はカフェノに住んでいます。私の趣味はサッカーです。私の家族は4人です。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。次、ナビンさん、自己紹介お願いします。はい、こんにちは。はじめまして。私の名前はブダマグルナビンです。カフェノから来ました。中心地はルクンです。趣味はウェブ小説を読むことです。今、21歳です。生年月日は2000年10月17日です。私の家族は5人です。両親と妹と弟と私です。猫が大好きです。今、大学で科学を勉強しながら、ネパール日本語学校で日本語を勉強しています。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。次、サンデさん、自己紹介お願いします。はい、先生。はじめまして。私の名前はマット・サンデスです。私は21歳です。私の生年月日は2000年10月4日です。私の趣味はギターを弾きながら、歌うことです。私のふるさとはグッドムです。今私はネパール日本語学校で日本語を勉強しています。今私はハリボットに住んでいます。私の家族は4人です。父と母と姉と私です。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。次、ビマルさん、自己紹介お願いします。